どうもー、ポップコーンの須田です。あ、どうも、チンポ…あ、すいません、間違えました。喜んで佐藤ですね。今回、ポップコーンシアターボリューム1超える人、これね、今これの宣伝をね、していきますけども、日にちが12月の7、8、時間がですね、18時半開場、19時開演でございます。場所が、池袋シアターグリーンの、何劇場でしたっけ？ベースシアターでございます。はい、ベースシアターでございます。皆さんね、ポップコーンがなんと、うん、お芝居に挑戦するという、今回なんとですね、舞台監督に山本由依さんをお迎えしておりますよ、山本由依さんを、制作の方にですね、奥野千春さんをお迎えしてますんで、ね、素晴らしいですね。ありがたい話じゃないですか。これは本当にね、チケットの方が前より2000円、あらお安い、当日2500円です、ね、あらお安い、ホームページの方からですもんね、うん、ご購入いただけますんで、ぜひ皆さんご購入いただきたいと、うん、超える人です。まさかの同じことを繰り返しました、須田の得意なやつです。なるほど、ありがとうございます。どうなんですか、ね、どうな、はい、そうなんですよ、喜んで佐藤さんが、ゲスト出演していただくということで、ありがたいじゃないですか、大変ですよ、巷じゃね、本当に喜んで佐藤がですね、うん、ポップコーンに入るんじゃないか、今話題ですよ、話題沸騰ですよ、ピンをやってで、コンビもやらせていただいて、5人組いっちゃったぞ、一気にいっちゃったぞと、あともう3と4しかありませんからね、そこをね、埋めていきたいなと思ってます。そうですね、いやいや、何ですかね、面白く、おっと、これじゃあ須田さん、はい、見に行こうと思いませんよ。超える人ですよ。どういうことなんですか、超える人。これはですね、まあいろいろな内容があるんですけども、おここでね、ちょっと喋ってしまうとですね、なるほど、内容は秘密にしておきたいですけども、まあなんか喋る範囲でないんですか。そうですね、うん、まあ一個キーワードとしてはですね、うん、まあラーメン、確かにこのチラシの方にね、バッとバッとラーメンが、非常に伸びたラーメンが麺の量が尋常じゃないですか、ね、尋常じゃない、もうこれね、冷まして一人エッチする時ぐらいの伸び方してますからねそれをやっぱりこのチラシに使うところがやっぱりパソコンらしさ、そうなんですね、出てますよ、ありがたいじゃないですか、超える人、まあ本当にね、来て損はさせませんので、ぜひ来てほしいですね、ぜひ見に来てくださいということで、もうね、うん、見終わった後に、うん、皆さんが爽快感を得られるようなね、なるほど、お芝居になってますんで、もう一度じゃあ日にちの方を確認しましょうか、日にちが12月の7日8日、月火でございますね、月火でございます、うん、時間が18時半開場、うん、19時開演、なるほど、場所が、うん、池袋のシアターグリーン、うん、ベースシアターでございます、覚えましたね、どうもさすが、ありがとうございますね、料金の方が、料金の方が前売り2000円、うん、当日2500円でございます。なるほど、売り切れ必至なんでね、皆さんぜひぜひお早めに、どうやって買ったらいいんですか。ポップコーンのホームページの方に、うん、取り置きして問い合わせしていただければ、なるほど、チケットの方取り置きしておきますんで、今回はですね、なんとですね、舞台監督の方にですね、まさか山本由依さんを、素晴らしい、お迎えしてやっていますので、山本由依さんが出られますから、舞台監督としてでは違いますけどね、ではないですけどね、ぜひこちらポップコーンシアター、第1弾ということは今後も続けていく、そうですね、今後も続けていこうかなと、なるほど、第1回超える人、これぜひ皆さんに見ていただきたいということで、お待ちしております。